ブルーな気持ちを吹き飛ばしたいなと思って Amazon に注文したですね、幻の湖が来ました。邦画界最大のですね、バカ映画と言われてるですね。こんな映画をですね、皆さん多分見ないと思うので、俺がこれから面白い場面をバン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 言いますから、気にしないでください。で、くだらない映画なんですけれどもですね、裸のガンを持つ男っていうのがあります。裸のガンを持つ男っていうのはもう本当にくだらない映画好きにおすすめで、ゴッドタインやアメトーークよりくだらないって言えばわかるかな。基本的には刑事物なんですよ。で、刑事物でもともとは知能指数ゼロ文書っていうですね、センスのかけらもないですね、フライングコップっていうですね、タイトルで、アメリカでドラマだったんですね。で、4話しか作られてないドラマだったんですけども、めちゃくちゃ人気高かったんですよ。ポリススクワッドって言って、警察物なんだけども、あらゆる警察物のパロディだけでできてる、いわゆる最終絶叫計画の掲示板みたいなものを1980年代にやったのかな。で、主演のドレビン警部、そのテレビシリーズやレスリー・ニールセンという役者。この人はすごい古くから映画出てるんです。で、結構主役やってるんですけども、全然パッとしなかったのが、このポリススクワッドっていうテレビシリーズに出た時に、あ、こいつコメディできるんだと言って、うわっと人気が上がって、その後ですね、裸のガンを持つ男シリーズに、こう3作品が、ね、なんか連続して出るようになってコメディ俳優になったんですね。もともとは僕が知ってるレスリー・ニールセンっていうのは、禁断の惑星っていうですね、大昔の SF の中のですね、宇宙船の船長をやってるですね、結構ですね、ヒーローっぽい役やってたんですけども、裸のガンを持つ男を見た時は、どっかで見たことあるなと思ったんだけど、まさか禁断の惑星のアダム船長がこんなところにいらっしゃったとは。確かなんかポセイドンアドベンチャー、古い方のポセイドン号の船長もやったって、船長ばっかりやってる人なんですけど、やってたのになと思ったんですけども、映画は何がくだらないのかっていうと、基本的にはその、もともとはポリススクワッドっていう刑事ドラマのパロディものなんですよ。で、何だったっけな、23分探偵だったっけな、なんかそういうドラマが日本でもあったと思うんですけど、それがもう本当に裸のガンを持つ男を本当に引用して作った作品なんですね。例えば裸のガンを持つ男はテレビシリーズの頃から何でも知ってる情報屋というのが出てくるんですよ。大体情報屋は靴磨きかなんかやってるんですけど、靴磨きやってると、そしたらドレビン警部が行ってマフィアのなんとかってやつは知ってるかとか、そんなやつは知らねえなって靴磨きくんです。で、隠れてそーっと金渡すとですね、そしたらですね、なんとかというやつはこれにファミリーのやつ で、こんなことがあったそうって、すっごい細かい情報を言ってくれるんです。で、警部がありがとうって言って去っていった。そしたら次の客が来て、あ、靴磨くんだけど、次の客が、もう体中血まみれのですね、外科医なんですね。医者なんですよ。で、それが医者がこう磨いてて、で、心臓バイパス手術の時に、第6動脈が破裂した場合の復元法はどうしたらいいんだかって、何のこっちゃわかんねえっていう靴磨いてて、またポケットから金渡したら、バイパスで一番大事なのは、静脈と動脈との血が混ざらないことだって、まず第2バイパスをこういう風にしてっていうのをベラベラベラと言って、ありがとうって言ったら、もう次女が並んでるっていうですね。くだらないけどね、すっごい面白いです。僕すごいその、テレビシリーズは、こういうのがこう、チャキ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 出てきて、で、その中で、後に殺人犯で捕まる大勢シンプソンとかですね、変な役者がいっぱい出てきて、確かね、アメリカで一番背が高い俳優っていうのも出てくるんですよ。で、そのアメリカで一番背が高い俳優っていうのが新人の刑事の役で、いつもカメラに顔が映らないっていうですね。いや、全員が部屋の中で取り調べしてる時もそいつ背が高すぎて顔が映らないんです。で、最終回まで顔が映らないままなんですけども。なんかね、すごい見切れ芸ですね、見切れ芸。すごい好きなんです。で、この裸のガンを持つ男は映画版の方が入ってるんですけど、映画版もいい感じで今言ったですね、テレビ版の匂いを残してます。で、今話した情報屋もちゃんと出てきますのでですね、1月14日までなので見てあげてください。ブルーな気持ちを吹き飛ばしたいなと思って Amazon に注文したですね、幻の湖が来ました。邦画界最大のですね、バカ映画と言われてるですね。これ伝説的なダメ映画だっていう、もうその通りなんですよ。どんなストーリーかをですね、説明するのがですね、難しいんだよな。主人公のこのパッケージっていうのは、トルコ城、いわゆるソープランドで働いてる女の人が包丁を持って走り回ってるシーンなんですけども、クライマックスは何年か前にひき逃げされた自分の犬の仇を撃つためにですね、ソープ城がですね、虐げられてきた200年の怨念、女の恨み、思い知れ、300年かなって言って、って織田信長の嫁さんの敵を取ったら、最後スペースシャトルが宇宙に上がって琵琶湖の上空の静止軌道上に笛を置いて供養するみたいな、これ本当にそうなんですよ。すごく変な映画です。いや、わからんでしょ。なんででしょう。わからんでしょ。でもそれを日本映画界の最高のスタッフが集まってやったというですね、デビッド・ハルバースタムっていうジャーナリストの著作にベスト&ブライテストっていうのがあるんですよ。それはジョン・ F ・ケネディ政権の時にですね、ジョン・ F ・ケネディって若い大統領が出てきて選出されて、で彼が大統領権限でね、自分の周りのスタッフ、いわゆる大臣にすごい有能な人間をね指名したんですね。それまで政治家ばっかりだったのを、そうじゃなくて、じゃあコカ・コーラ社から誰それとかですね、製鉄業から誰それっていうふうに若くてものすごい頭のいいやつばっかり集めて、でそれでアメリカの政治をいきなり若返らせてすごいクレバーにした。でこのスタッフたちのことをベスト&ブライテスト、最も最優秀で同時に輝けるメンバーたちというふうに当時の新聞は言ったんですね。でそのベスト&ブライテストのメンバーがアメリカをですね、暗黒に導くベトナム戦争、キューバ危機にまっすぐに進めていったというですね、ものすごい出来事を書いたですね、もう分厚い本があるんですけども、まあこれはですね、邦画界のベスト&ブライテストなんですよ。本当に優秀な人間が良心的な作品を作ろうと思って、あらゆる商業主義からの誘惑を跳ねのけて作ったら、とんでも映画ができてしまいましたというですね、やっぱりね、人間社会というのは面白いですよね。はい。シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアって見たことありますか？もう本当にね、マイナーな映画なんですけども、シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアっていうのは、タイトルがインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていうパロディなんですけども、この間まで映画館でやったんです。でもう映画館でやらなくなって、ようやっと DVD が出たのでですね、TSUTAYAで借りれます。僕もですね、映画館で見れなかったのでですね、つい2日ほど前かな、TSUTAYAで借りてみたんですけどもですね、これがもうドキュメンタリー形式のホラーとしてはバッチリ OK。でドキュメンタリー形式って言ってモニュメンタリーじゃないんですよ。いわゆるその本当にあった事件として伝えてるんではないんですけども、もういきなり最初からですね、もうカメラ目線なんですよ。でこんな映画をですね、皆さん多分見ないと思うので、俺がこれから面白い場面をバン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 言いますから気にしないでください。でもし見たい人もですね、音声消さなくても割と大丈夫っていうのは、この映画ね、俺が説明した部分ぐらいで、あーなんかもう話聞いたからいいよとならないんですよ。っていうのは、ストーリーがどうこうというんではなくて、世界観全般が面白い映画なんですよ。一番最初ね、目覚まし時計がこうピーって鳴るところから始まる。あ違う、一番最初字幕だ。一番最初字幕で、浜村淳形式でお送りしますけどもですね、一番最初字幕で、本映像に出てくるヴァンパイアたちとは話し合いの末、取材者を襲わないという条件でやっています。なので取材者側に一切被害はありませんとお断り字幕がバーンと出てきてですね、まあいわゆる映画の中で動物は虐待してませんみたいなもんですよね。でそれが出てきたと思ったらですね、ピー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 って鳴ってですね、6時の目覚まし時計ここ鳴ってるんですね。で6時の目覚まし時計が鳴ってるなと思ったらですね、棺桶が横に倒れて、棺桶から中から手が出てきて目覚まし時計止めるんですよね。で棺桶が開いてヴァンパイアがぬーって起きてくるんですけども、ヴァンパイア特有の起き方わかりますか？体を折って降りるんじゃなくて、足の先を支点にしてニューってこう起きるわけですよね。でこれが一度に起きれない、寝ぼけてるから。こう起きて手をこうやってハーンってやって、起きて起きてにして、ようやっと起きてですね、でカメラの方向けて「あ起きました、一番怖い瞬間です、一日のうちで一番これ怖い」って言ってですね、カーテンを開けて外をちらっと見る「夜だよかった!」って言ってまあ朝6時か夜6時か目覚ましの開け方仕掛けとかまだよく分かんないですね。ヴァンパイアだから。で夜だよかったって言ってですね、シェアハウスだから一軒家に4人のヴァンパイアが一緒に住んでるんですけども、他のヴァンパイアを起こして回るんですよ。で主人公がビアゴって言ってですね、379歳のヴァンパイアですね、こいつが主人公なんですよ。でまあ結構人がいいやつで、こいつがですね、まあ監督と脚本もやってるんですけれども、この映画全般のなんかこの映画の全般に流れるこの間抜けな感じっていうのは、まあコメディですよ、もちろん。「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」ってタイトルでコメディじゃないはずないじゃないですか。テッドと同じようなですね、監督が主演やってるコメディってやっぱりね、なんか緩さがすごくいいんですよね。でこれがですね、最初に起こすのがですね、ディーゴンっていうですね、180歳のヴァンパイアですね。ヴァンパイアっていうのは噛まれた瞬間から年を取らないので180歳。で、180歳のヴァンパイアを起こしたらですね、逆さまに連れ下がって、納屋で寝てるんですけど、すごい不機嫌なんですよ。で、10分後に、リビングでミーティングするって言ったら、あーとか言ってすごいキレるんですよね。で、ディアゴはまだ180歳だから反抗期だっていうふうにこう説明があってですね。で、次は、グラドっていうですね、800歳のヴァンパイアを起こしに行くんです。で、グラドの部屋をノックせずに開けちゃうと、中で拷問してるんですね、被害者を。で、拷問して、あ、ごめんって閉じて、閉じたら中からグラドが出てきて「なんだよ」とか半分だけ体出してですね「あと10分でミーティングするから」って言ったら「ああ分かった」とか言って「着替えるから」って言って中で拷問の続きがするちょっと「うわ」っていう声が聞こえたりしてで次に地下に降りてってですね年齢が8000歳のですねピーターというヴァンパイアを起こすんですけどピーターがもうねヨボヨボでですねめったに起きないんですね。でちょっと目を開けただけでこう「あー」とかこう返事する。でミーティング始まった。ミーティングは皿洗いの順番を守っていないとかですねあと人間の血を吸う時は必ずカーペットに新聞紙を敷こうっていうふうに主人公が一生懸命説得するんです。他の2人がですね「俺たちはヴァンパイアだぞ俺たちは血を吸いたい時に吸うんだでもカーペットが汚れたら嫌だろ」って話が永遠あってあとでこのビアゴがですね女の子を連れてきてですね口説きながらだんだん血を吸うシーンでですね足で新聞紙敷いてるシーンがあるんです。で女の子が「なんで新聞紙敷くの?」って「いいからいいから」とかって言ってるシーンがあってですねめちゃくちゃおかしいですよね。なんかこんな感じの話ですね。でその後3人でですね夜のですねこれニュージーランド映画なんですけどももう聞いたこともないニュージーランドの首都がウェリントンというところなんだけどもウェリントンの街に出ていくんですよ。いやちゃんとホラーですよ。で人間も恐ろしいも怖いしちゃんと特撮シーンもあるしあと喧嘩になるとお互い宙に浮いて言い合いするし興奮するとみんな浮いちゃうんですよ。で空中に浮いて言い合いするという、特撮シーンみたいなものもあるんですけども全般もう本当に全編通して安いし登場人物少ないしアイデアが本当に面白いんですね。で夜の街をこうわーっとやってると狼男たちとすれ違うと。でヴァンパイアと狼男たちはこう仲が悪いからすれ違った時に「あーなんか犬臭くねえか!」とかこうヴァンパイアが言ったらそしたら狼男も「ああ夜しか外に出れないやつがいるみたいだな」とか言って「なんだよ文句あんのか」ってビーバップみたいな口喧嘩になってでお互いその場で別れて終わるというですねこんなシーンが延々続いてですね2時間の間ね本当に楽しいですよ。途中でですね人間のなんかこう友達ができるんですよ。スチューっていうですねいいやつなんですけどもうね出てくる人間にイケメンも美女も一人もいないんですよ。さすがニュージーランド映画でスチューっていう人間がヴァンパイアの間で大人気だスチューはいいやつだとかみんなあいつはいいやつだって言うんですけどその理由がただ単にほっぺたが赤いからなんですね。血色がいいからなんかみんな好意を持ってしまうというですねで最後の方でですねヴァンパイア同士のダンスパーティーっていうのがあってそこに招待されてヴァンパイアとゾンビといろんないわゆる化け物が集まるダンスパーティーがあってそこに行ったらですねスチューがいることを見つかってですね「お前なんだダメだろ」と「人間なんか連れてきちゃダメだろこいつ何なんだ」って言ってこうみんなにこう突っ込まれるんですね。そしたら急に一人がカメラの方を指さして「それになんだよあのカメラは」っていうふうに言ってそれまでもうドキュメンタリー映画という体をもう忘れてるのでですね「あそういえばこの取材班いたんだ」ってことだって「あいつらも人間だろ」って言ったらカメラがその瞬間ビビって震えるんですよ。割とね長い映画なんですけどもそのドキュメンタリーカメラギャグってそこのシーンだけでいい感じのメタ感で今コメントなんですけど本当にねそんな感じですね。で話の、ね、作り自体もそのシナリオ段階の面白さがいいので予算かかってないけども全然退屈しません。で途中で使い魔っていうかですこれもヴァンパイアものの定番なんですけども人間にちょっと魔法みたいなものをかけてで自由に使うっていう設定なんですね。で使われた人間はいずれ永遠の命つまりヴァンパイアに約束なんだろうな一番上までボタンを止めてるのはなんで、まあ、ヴァンパイアに噛まれないためなんですけども永遠の命でいずれヴァンパイアにしてもらうという約束でそのヴァンパイアに使われると同時に、まあ、魔法をかけられてるから働くんですけどそれがもう中年のおばさんなんですよ。で自分の使い魔のところに行って命令するシーンがあるんですけども、裏庭でそのおばさんとヴァンパイアが立ち話してるんですね。であと洗剤いやだからね、琵琶湖がうるさいからちゃんと血が抜けるやつ、あはいはい塩素系とかメモをして、おばさんが一生懸命メモしてるとかヴァンパイアがくどいほど言うんですよね。あと洗面台に血がついてるからあれちゃんと落として、洗面台に血とか言ってた。そしたら おばさんが急にふっと後ろ向いたら、そのおばさんの住んでる家なんですけど、子供たちに「ああダメダメ、はいこのおじさんの目を見たら絶対にダメだから」って言って、で旦那とですね子供たち「いやもう何でもないからちょっとバイトのことで」とかっていつも説明しながら、その使い魔とヴァンパイアのやり取りがあってというかですね、こういうなんかね日常シーンのその積み重ねがあった上で、ところどころあるその人間を襲ってヴァンパイアするシーンとかですね、すごい面白いんですね。なんかちょっとホラー映画を見るブームっていうのがですね、久しぶりにリング見て、でほのぐらい水の底からも見ようかなと思ったんですけど、ほのぐらい水の底からを最初の15分見たら怖いというか、もう怖くて辛くて、もうやめようと思ってやめてしまってですね、でその後着信ありを見て、もう前回も話したんですけど「Z アイランド」まで見てしまってですね、で呪い見てですね、で、今回ですねシェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアを見たので、割とヴァンパイアものは気が済んだ感じになってます。